です。よろしくお願いします。そして海外担当のキッドです。よろしくお願いします。はい、ということで今年もよろしくお願いします。まず衣装の話をしたいんだけどさ、まあね、今日綺麗にお目が、まあね、新年ということで、はい、どうですか、着てみた感想は。いやもう苦しいですけど、やっぱねピッとなりますよね。まあそうだよね、うん、お正月って感じもするよね、うんうん、で、キッドはどうなの。キッドはその普段ね、絶対着ないと思うんだけど、そうですね、そんな感じじゃないんですけど、はい、すげえ似合ってる。めっちゃ似合ってます。ね、柄とかもおしゃれです、ね、うん、会社でもね、ざわざわしてあ、そう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 、ね、ちょっとぐらいいじってもらっていいですか。武蔵さんも似合ってます。言わせちゃったみたいです、すいません、はい。という感じで今日はね、和服でお届けしますけども、はい、まあ、お正月ということで、うん、まあ、新情報もたっぷりね出して、はい、お届けしますという感じですかね。はい、本日もよろしくお願いします。はい、まあね、もう2021年ということですけれども、まあ、2020年もね、かなりいろんなことありましたけれども、うん、まあ、コラボとか、まあ、いろいろありましたけど、まあ、ちなみに一番思い出に残ってるキャラとかって誰ですか。じゃあ僕は結構最近のキャラクター、まあ、ユニットなんだけども、やっぱ真珠レイ。ああ、ついにね。やっぱその待望 の、 その、まあ、あの主人公、カイルとか主人公が、まあ、演奏化するっていうところで、やっぱかなり話題になったし、まあ、僕もこう相当待ってた演奏化だったんで、うん、まあ、結構ね、あの印象には残っているかな。はい、キッドさんはちなみに。僕はなかなか選びにくいですけど、まあ、やっぱシートリリーとかその辺じゃないですかね。あ、リリーね。なんか、うん、あのこう羽の代わりに腕がいっぱい出てるやつとか、ちなみに良かったです。私はもうすっごい迷うんですけど、まあ、アリスかな。アリスね、うん、もうキャラがね、すごく好きなので、うん、いや弾きたいんですよね。やばい、弾きたいんですよね。弾きたいんですよね。はい、じゃあ、まあ、2021年弾いていただいて、はい、楽しみにしてます。楽しい。そして本日は、タケソンさんから、まあ、おめでたい、ね、情報があるということで、おめでたい情報ね、はい、はいはい、ではお願いします。はい、じゃあ早速まず一つ目なんですけども、マルチプレイの実装日が決定しました。やった。というわけで、マルチプレイの実装日になるんですけども、今年2021年1月の14日になります。やった。現在、開発チームの方では、まあ、最終調整というか、うん、最終ブラックですとか、まあ、そういったところをやっていますので、もうしばらくお待ちいただければなというふうに思っております。はい、ただ、まあ、今回に関しては、まあ、ベータ版という形で、実装しますけども、まあね、しばらく期間ベータ版で遊んでいただいて、ただ、まあ、マルチプレイに関しては、まあ、しっかり遊べる内容になってますので、楽しみにお待ちいただければなというふうに思っております。はい、そしてもう一つの、ニュースなんですけども、こちらメインストーリーですね、うん、はい、でメインストーリーの追加に関しては、もちろんその1月の14日に追加しますっていう話は、以前の、動画でもお伝えさせていただいたんですけども、実は、うん、2月にもメインストーリーを追加します。やったー。まあ、これまで結構そのメインストーリーの追加に関しては、うん、お待たせしてしまうことも、ね、あったんですけども、まあ、こういった感じでできる限り、お待たせしないように、うん、まあ、メインストーリーの追加に関しても順次開発と実装を進めてまいりますので、こちらも楽しみに待っていただければと思っております。はい、ではね、マルチとストーリー、ね、はい、発表されましたけれども、かなりね嬉しい情報だったんじゃないでしょうか。うん、海外とかではマルチプレイとか、あとはメインストーリーの追加とかっていうのは、まあ、どんな感じなの。いや、でもやっぱ日本国内と同じぐらい海外の方々も楽しみにしてますね。いや、そうだよね。いや、それ嬉しいよね。だからね、なるべく早く、まあ、お伝えしたいなと思いますし、うん、楽しんでほしいなっていうふうに思いますね。はい、まあね、マルチとかね、特に生放送とかね、はい、まあ、またね、いろいろユーザーさんとね一緒にやる機会が増えるっていうのも私たちが結構嬉しいですよね。楽しみにしてます、まあね、はい、ぜひ楽しみにお待ちください。はい、はい、まあね、せっかくなんで生放送とかにも出演していた、うん、まあ、開発メンバーに一言ずつもらっていきたいと思います。はい、新年明けましておめでとうございます。アイリスアートディレクターの岩崎です。2020年、さまざまなキャラクターが登場しまして、まあ、さらにレイとかティリアとか覚醒したりとか出ますね。次も楽しみですね。私もかなりやり込んでまして、そうですね、撮影している今までで大体今20体以上レベル100のキャラクター作っていて、で今はアリスを育てている最中です。今年も面白いキャラクターアークなど、新しいアートを皆様に届けていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしてください。今年もよろしくお願いします。皆さん、明けましておめでとうございます。イラストレーターの小田島です。
スクラ盛り上がってますね、はい、ものすごくストーリーの追加がありまして、今佳境というか面白いところにありますけども、同時にねイラストも盛り上がっていければと思うので、よろしくお願いいたします。ファンアートのどれかゼネスグランゼリア美術館っていうのを有志の方がやってくれてますが、そちらも実はこっそり拝見してますので、はい、それもに合わせてちょっと動けないようにじゃないですけど、公式の方でもグランゼリア美術館を、やることを考えておりますので、そちらもお楽しみいただければと思います。はい、それではじゃあ今年もよろしくお願いいたします。明けましておめでとうございます。ドット担当の奥崎です。と今メインストーリーもすごく盛り上がっていて、それに合わせて登場するドットもすごく派手になっています。最近でしたらレイとアリスですね、はい、ワイルドさやアクロバティックな動きが表現できたと思うんで、それをぜひ見ていただけたら嬉しいです。まだまだド派手で見てて楽しめる、動かして楽しめるドットがありますので、ぜひ楽しみに待っていただけたら嬉しいと思います。では今年もよろしくお願いいたします。皆さん新年明けましておめでとうございます。ラストグライディアディレクターの笹光です。よろしくお願いします。はい、今年もう発表してされてると思いますけども、7月の14日ですね、新章、6章のがついに始まります。ここに関しましては私はもちろんもう、総監督の早貸しでしたりとかアドベンチャーを作っているメンバーなどもね、すごく力を入れてますので、ぜひぜひ楽しみにしていただければと思っております。今年に関してはその1節目、6章1節だけでなく、その先でもどんどん、盛り上がってクライマックスまで頑張っていきますので、もちろんその先もですね含めて頑張っていきます。イベントに関しても、いろいろと盛り上げていきますので、新人も含めて頑張っていきますので、引き続きラスクラを今年もよろしくお願いします。はい、ということでね、みんなに一言ずつもらってきましたけれども、あ、そうですね、うん、何名かの方にね、コメントもらいましたけど、みんなね、そのラストクライド今年も盛り上げるために、うん、全身全霊を込めてね制作進めてますので、はい、改めてよろしくお願いします。はい、ということでね、いろいろ紹介してきましたけれども、はい、ちょっとここからエンディングじゃなくて、ね、せっかく正月なんで、正月なんでね、はい、といえばこれですよ。なんでよくわかんないけどけん玉です。けん玉、はい、ね、Do you know けん玉？ I do now. そうだよね、はい、はい、あるけん玉って、いや海外は基本ないですね、少しね、ちょっとね話題になったりするよ ね、 好きな人がね、これをやっていくんだ、はい、ね、せっかくなんでマタケソンさんと勝負していきたいと思います。勝負なんですね、はい、頑張ります、はいはい、ね、やっていこうと思うんですけれども、やっていこうと思う、はい、思うんですけれども、ね、1人1分間もしかめ続いた回数でしょうか。もしかめね、もしかめ、けん玉といえば、はい、ヒットが頭の上にハテナが出てる、はい、後でね、見せますんで、はい、はい、ということでね、もしね勝った、我々が勝った暁にはユーザーさんに何かちょっとお年玉で負けへんでん、はい、ものをプレゼントしていただけたらと思います、はい、ではやっていきましょう。はい、ではね、タケソンさんからよしやっていこう、1分間挑戦していただきたいと思います。はいはい、スタートのコーラしますんで、ちょっと待って、もう行く？もう行くちなみにマジでさっき触った、そうですよね、よしよしよし、やろう、はい、行くよ、行きます、はいはい、よーい、スタート、はい、よっ、おー、おー、はい、おー、あーきつい、終了、3回ぐらいかな、3回、はい、はい、竹本さんの、はい、記録は3回、はい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 、続いては、キッドさんに挑戦していただこうと思います。よーい、仕方独特やね、スタート、はい、いいね、おお、ここに立つと意外とできる、やばい、はい、というわけでやっていきますよ、じゃあよーい、スタート、
やりすぎじゃないですか。ちょガチでやりすぎじゃないですか。もう20回ぐらい行ったんで、20回ぐらいも出してもらって。もう結構やりましたよ。あとまだ30分ぐらいあるんで。First, I just want to say to all the players overseas, thank you so much for supporting us in 2020, and we hope you'll stay with us to have a lot of fun in 2021. So, thank you again. じゃあ僕の方で、はい、動画ご視聴いただきましてありがとうございます。本日の動画でもね、発表させてもらいましたけども、マルチプレイも、1月の14日に実装しますし、2月にもメインストーリー追加されますので、今年も、ラスから盛り上げていきます。よろしくお願いします。ということで、2021年もラストクラウディアをよろしくお願いいたします。本日はご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。 バイバイ。 See you guys.